まったく、食後のケーキくらいゆっくり食べさせてよ。さすがに4ホール目となりますとお時間が。ああ、忙しい忙しい、忙しくて目が回りそうだわ。くるくるくるって、それで本日の予定は？というわけで、本日の予定としてはダスク遺跡の視察と新学園設立についての。あららら、視察に調査、体が2つないと足りないわ。こんなに酷使されて私かわいそう。ああ足りないわ、私の時間、そして体も。ってなわけで、そこのあなた、え、あなたを臨時のクローウェル教育長に任命いたします。秘書段取り、段取りお願いね。あ、え、あ、あの、それでルクセンダルクの文化遺産の保存に熱心な私はダスク遺跡へ。元気だけが取り柄そうなあなたは新学園への意見聴取とレポートの提出。はーい、分担完了。え、何言ってんのこのおばさん。はいはいはい、お口チャック。むぐ。人間誰でも最初は緊張するものよ。自信を持って、あなたならできる。さあ行くわよ、あとよろしくね。はパワフルっていうか身勝手っていうか。っていうかあんたら誰なのよ。先ほどのお方はイスタンタール教育学部長マルナゲータ・マカシタ様、そして私はその秘書ランドリー・バッチ氏と申します。お見知りおきを。はあ、でこの騒ぎは一体どういうこと？簡単に言えば、あなた様がこのフローウェルにおいて教育に関わる全権を与えられたということです。よっ、イデア教育長。グッグレイビー、大出世ね。さすがイデアさん。まあみんなしてからかって、何を調査してレポートすればいいのよ。我がイスタンタール学部会ではこのフローウェルに新たな学園を設立する計画があります。現地における住民の学問に対する熱意や教育姿勢、学園に対する要望などを詳しく調査し、新学園の。ああ、一度にいっぱい言わないでよ。もう一番大事なことをまず一つだけ教えて。そうですね、新学園は男女共学がいいか男女別々がいいかってとこでしょうか。共学か別々かか。昨日街頭インタビューを行いました。結果はこちらです。共学賛成派10人、男女別々派10人、どちらとも言えない40人。圧倒的に無関心ね。大丈夫こんなんで。共学賛成派、反対派、それぞれのリーダーはどこにいるの？それぞれのリーダーは互いにこの町に教員として赴任してきたもので、話を聞く段取りがついておりますが、いかがいたしましょう。どっちでもいいわ、案内して。かしこまりました。ではまず上層街の交差点あたりへ。そこで反対派、男女別々の校舎にすべきと唱えるノスカート女子の話を聞きに行きましょう。男女共学反対、風紀の乱れを許すな。共学反対。なるほど、あの人が男女共学に反対しているのね。はい、ミニーメのスカート女子、
教員の出でゆくゆくは政界を狙っているとの噂も。こんなところで時代遅れな演説ぶってんじゃねえよ太もも女。時代は男女平等、つまり新学園は男女共学に決まりなんだよ。そうだそうだ、男女平等、男女共学。あれが男女共学賛成派のリーダーか。ええ、洗ってネイジャージ氏、臨時の体育教員としてこの春採用されました。ん、なんかどこかで見たことある格好ね。来たわね、このヨレヨレジャージ。今日という今日は完全に論破してやるわ。何を論破してもらおうじゃねえか、時代遅れが。あんたの時代感覚なんてそのジャージと一緒でヨレヨレクッタクタじゃない。けっ、プロエラもう女だけの国じゃねえんだ。制定された男女同権法ってわかりますか。男女平等、男女同権だから何、どうして共学にしなきゃいけないの。男と女はそもそもが違う存在なの。何でもかんでも一緒にするなんてナンセンスよ。な、何が違うってんだよ。着る服だって感性だって繊細さだってトイレだって別じゃない。見てみなさいよ、このブランド物のスカート。それに比べてヨレヨレのジャージバカ野郎、これだって一応有名なスポーツブランドの。そういうのはブランドって言わないの、メーカーって言うんです。とにかく男と女同じ学び屋になんてすべきじゃないわ。どうせ生徒の男女比なんて3対200ぐらいでしょ。だったら男子校の敷地は広大な湿地のどこか、校舎はプレハブ、運動場はなしの方向で。そんなロマンのかけらもない学園生活誰がエンジョイできるってんだ。ロマン、学生に必要なのはロマンじゃありません、勉学に適した環境です。いや、ロマンは重要だ、最重要課題といっても過言ではない。若い男女が互いを意識し合いながら同じマラビアにいるあのムフフでおほほな環境、そんな甘酸っぱいロマンこそが青春。青春要素が欠如してるから生き遅れ。誰が生き遅れですって。なんとも次元が低いこと。もういいわ。ちょっといい？あんたイデアリー。そう、やっぱりね。どこかで見たことがあったと思ったけど。はい、空挺騎士団に所属していました。洗ってネイジャージって言います。ごめんね、その覆面に見覚えがあるだけだから名前を言われても。そうっすか。2年前怪我をして空挺騎士団を離れ、傷を治しながら家の手伝い、学校にも通って、先年ようやく念願の教員免許ってやつをゲットすることができました。それでフローエルに赴任してきたと。へい、イデアさんは一体。この方は現在フローエルの教育長でございます。新学園の設立につきましてご意見を聞きたいと。すごい元帥令嬢でこの絵師団長、そして教育長っすか。よっ、教育長。まあやめてってバティス。それで男女共学を提唱するあなたの意見は、どういった考えでリーダーなんてしてんの。そうですね、新学園を空挺騎士団みたいな学園にしたいんですよ。
空挺騎士団みたいな。へい、男も女もいつも一緒にいてゲラゲラワイワイ笑い合っていられるような。時には喧嘩したり殴り合ったりとかもするけど、ピンチの時は一致団結するような、そんな賑やかな学園が俺の理想なんです。あ、学園名ももう考えてるんですよ。熱血フロー学園。どうすか。え、だっていいんじゃねえか。熱血情熱夕焼けフロー学園、気に入ったぜ。What?よお、久しぶりだな。前何だったっけ。あ、洗ってネイジャージっす。あなたの直属の部下だった。あはは、いいでよじゃねえか。お前元気だったのか。この大きな方はお知り合いですか。エタルニア公国軍元空挺騎士団総打手トーシベーリングアウト様と俺様のことよ。文句のアスタリスク所持者トーシベアリングアウト、元は公国軍空挺騎士団の団員であり、短期間だがイデアと任務に就いたことも、拳と拳の戦いをこよなく愛し、初夜で単純だがどこか憎めない彼、果たして今は何をしているのだろうか。おう、ところでお前らこんなところで何話し込んでんだよ。でも混ぜろよ。相談に乗っていただけますか。よくわかんねえけど、要はお前の味方になりゃいいんだな。へい、あの男女同権で空挺騎士団のような。いいからいいから、小難しいことはどうでもいいって。俺様はいつでもお前の味方になってやるから、泥舟に乗った気でいろよ。遠慮すんなって。まあしばらくこの町にいるから、何かあったら声かけてくれよな。じゃあまたな。なんか絶対何も分かってないよね。ええ、いつもの嫌な予感がするわ。さあイデア教育長、次はノスカート女子のお話を伺いに参りましょう。あなたはイデアリー。くっ、せっかく元広告軍であることを隠してきたのに。ええ、いいわ、白状します。なぜ私がここにいるか、それが知りたいのでしょう。ええ、あの聞いてないんだけど。3年前私たち特務隊は任務とはいえこの国の風紀を乱してしまいました。せめてもの罪滅ぼしをしなければ。私は教師の道を目指したのです。そう、これであなたにもできる。1日わずか30分、聞くだけクイック教職免許ラーニング。血の滲むような努力で勉強をした成果が実り、ついにこの国で教師になることができました。フロウェルは美しい自然と秩序にあふれた素晴らしい国です。この自然と秩序を後世に残したい、そんな気持ちで教育に尽くしてきたのです。なるほど、お前のその熱意しかと聞いた。うわ、エイベリア。バルキリーのアスタリスク所持者バルキリー、エインフェリア・ヴィーナス、元は広告軍ブラッドローズ特務隊の隊員としてイデアと戦った。ヴィーナス三姉妹の長女イデアの姉弟子でもあり、あろうことか
イデア以上に男勝りな彼女、果たして今は何をしているのだろうか。何ですかこの人。あ、広告のお知り合い。そう、バルキリー、エインフェリア・ヴィーナス、私と同門の姉弟子にあたる人。あんたこんなところで何してんのよ。決まっているだろう、修行だよ修行。はあ、また面白くもなんともない無人らしい模範解答ですこと。エインフェリア様。うん、久しぶりだな。名は覚えておらぬが、私の部下であったものだな。はい、ミニーメ・ノスカートと申します。フロウェルのためにお前がしてきた努力感服した。かつての部下であるお前の立派な行い、元上司として誇らしく思うぞ。エインフェリア様。うん、美しい自然と秩序にあふれた国を、あ、それが男女を別々にって主張する理由なのね。はい、確かに男女は平等で同権です。ですが平等と混在は意味が違うと思うのです。イデア様は現在フローウェルの教育長、意見が終わりならこの機会に。いいえ、特にもう意見は。あ、学園の名前を考えてみたんです。聖フロエンヌ女学園というのはどうでしょう。女学園って花から男子の方は眼中ないんかい。いい名だ、清楚で凛として。気に入ったぞ。是が非でもお前の理想を貫いてこの国のためになる学園を作らねばな。はい。イデアも何かと世話をかけるがよろしく頼むぞ。何か困ったことがあったならいつでも私に言ってくるがよい。ではな。あ、さてイデア様、両者の意見をお聞きになっていかがでしたか。うん、あの教育学部長って人に直接言うよ。さようでございますか。マルナゲータ教育学部長はダスク遺跡の最奥、西の隠れ里においでです。よくよくお考えになってご報告なさってください。素晴らしいわ。全くもって素晴らしすぎる。まさにルクセンダルク遺産第3867番目の登録候補地にふさわしい保存状態。さようでございます。世界中の史跡という史跡が登録されまくり、文化財的にも商業的にももはや登録されない方が高いステータスとなるルクセンダルク遺産、その第3867番目の登録にふさわしい、なかなかこじんまりとした地味で良い席ですね。はいはいはい、脳ガキ脳ガキ脳ガキはお口チャック。あら、このお嬢さんはどなた。先頃フローエルの教育長にあなた様が任命したイデア様でございます。あら、忘れたわけじゃないのよ、気づかなかっただけで。この教育長さんは何しにここま。あら、やだ、今思い出したわ。そうそう、フロウェルに新設する学園を男女共学にするか男女別々にするかだったわね。さようでございます。はい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 、わかりましたわかりました。教育長のご意見をお伺いいたしましょう。新学園は男女共学と男女別々、ズバリどっち。じるったよ、けむったよ、熱帯、どっちどっちなのね、ねえねえ。
わかってるな、イデア。君の報告によって、ここに殴り込んでくる人に違いがあるからね。ええ、やっぱし。だよね。もう、私も暇じゃないんだから。おすまし、決まったら呼ぶように言っといて。フローエルの新学園は、男女共学にすべきよ。それで、そのわけは？フローエルは、せっかく男女平等の法律ができて、男性だって定住できる国に生まれ変わった。聖火祭だってそう。秩序や伝統を重んじるのもいいけれど、男女が同じ環境で、同じ教育を。異議あり！教育長、イデアリー！まだ喋ってんのに！私の元部下の情熱を踏みにじり、よりにもよって男女共学に賛同するなど、フロウェルの風紀を乱す教育者の風上にも受けぬ不届き者め、成敗してくれる！ってことでいいんだな、ノスカート。考え直すがよい。何よ、やるっての？こっちもそんなことだろうと思ってたわよ。あら、私もそんなことだろうと思ってたわ。もう何が何だか。まさかこんな形でまた戦えるとはな。覚悟しろ。ここは撤退せねばなるまい。者ども引くぞ。悔しい。お覚えてなさい。まったくもう。あの、今逃げてったのは。あら、あなたは、誰でしたっけ。ですから、あらって。ああ、思い出した思い出した思い出した。あらってネイチャージさん、お口ちょく。あなたの意見、このイデア教育長からしっかりと聞いたわよわよ。素晴らしい理念に私感服いたしました。激感服いたしましたとも。あなたの提唱する男女共学、新学園の創立はその路線で進めようかと思います。恐縮です。私、男も女も教師も生徒もみんなで仲良く笑って過ごせるような学園を。そんなのどうだっていいからよ、さっさと名前決めしまおうぜ。そりゃやっぱ夕焼けは外しちゃなんねえ、そう思うんだがよ。そこらおばさんはどうだい。熱血情熱夕焼けフロー学園、先駆けとかもかっこいいよな。どうしたの、イデア。何を考えてるの。イデアの提言で新学園は晴れて男女共学に、明るく楽しい学園生活が実現されるんじゃない。あのミニーメって人の理念にも頷ける部分が大いにあった。それなのに私は意見を退けた。毎度毎度だけど、私の判断これで正しかったのかなって。そうだな、一体どっちが正しかったんだろうな。ダメだダメだ、熱血か情熱か夕焼けは絶対に譲れねえって言ってんだろうがよ。あらあら、困ったわね。これじゃ平行線ね。
あなたはどう思うの、おすまし。さようでございますね。まずは学園名などの前に入学を希望する男子生徒を探すのが先かと。あら、入学を希望する男子生徒ゼロでございます。はい。はじけろ、俺の筋肉。